世界の平均風速青色が濃いほど遅い。上、1月、下、7月風速とは、風として空気が移動する速さのことである。気象庁などで通常使われる単位は、メートル毎秒。国際的には、ノットが用いられる。測定には、風速計が使用される。日本国内において単に、風速という場合、地上気象観測では、 地上約10メートルの高さにおける10分間の平均風速を表し0.25秒ごとに更新される3秒平均を瞬間風速という。また、平均風速の最大値を最大風速、瞬間風速の最大値を最大瞬間風速という。都市部では高層建築物が増えて地上付近の正確な風の流れの測定が困難になっているため、 地上数十メートル以上の高さに風速計が設置されている場合も多い。風速を測りたくても風速計がない場合は、気象庁風力階級、またはビューフォート風力階級などをもとに、地物、または海面の状況から判断した風力により、風速を推定する。ある時間内における最大の瞬間風速を、平均風速で割った値のことを突風率といい。 一般には1.5から2.0くらいである。また、風圧は、風速の事情に比例して、大きくなることが知られている。一般的に、陸上より、海上の方が、平均風速が速く、逆に、突風率は小さい。風速は、地球的に見た大気の状態から、建造物による、構造的な大気の乱れまでと幅広いスケールの、気圧差に影響を受ける。 地球的に見た大気の状態に影響を受け、常に偏西風が吹くヨーロッパ西部は1年を通して一定の風速が保たれていると言える。より小さな例では高気圧や低気圧があり、台風などの熱帯低気圧が接近した時に観測される風速は比較的速い。より小さなものでは竜巻によるものが顕著な例で秒速100メートルを超える。 最大瞬間風速が観測されたこともある。また、高層建築物が林立する地域では、ビル風が吹く。この表では、台風についてのみ、風速の区分を示している。大西洋や北東太平洋のハリケーンの強度区分である、サファシンプソンハリケーンスケールは、推定される最大風速により、ハリケーンをカテゴリー1からカテゴリー5の5種類に区分している。 竜巻の強度区分である、藤田スケール、海良藤田スケール、トロスケールも推定される最大風速ごとに区分されている。また、気象庁、各気象台の発表や天気予報で用いる風の強さの表現として以下のようなものがある。また、以下の風力階級も使われている。世界気象機関の基準。気象庁も2007年12月4日からこれを、 採用している。これまでの0.25秒ごとの単独の値を取る方式と比べて6から10%程度小さな値になるが突風が建築物などに加える仕事の大きさをより正確に反映することができる。日本放送協会最大瞬間風速、瞬間最大風速どちらが正しい ?2012 年11月2日閲覧。 資料提供を自制し1938年、インフォノートナンバー58ワールドレコードウィンドガスト、時速408キロメートルワールドメテオロジカル、オーガニゼーション、ハット AB ハイエストサーフェイスウィンドスピード、トロピカルサイクロン、オリビアセッツワールドレコードワールドレコーズアカデミー。ありがとうございます。